14番ゲートを誘導を受けます。収まって全馬ゲートの中スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート、8枠両党いいスタート。10番アポロビビア後方です。レシプロケイトも後方。さあダートに入って13番ミラーウォーカーズが先頭、2番手15番函館武将、その後ろは固まって11番ピンシャン、前の2頭に接近。あとは1馬身16番ミスグランド、内が3番スナークスター、1馬身4番イメル、それに接近12番電光リジエール、あとは2馬身左中段に6番名将ギガース、1馬身内は1番の西のライトニング、7番ロードラズライト、8番エンプティチェアと固まって、その内から2番のレシプロケイトが接近。あとは2馬身相手10番アポロビビ、後方4番で5番のスナークダヴィンチ、それから14番ロジペルレスト、4馬身相手9番のイーサンパンサーという体型。縦中で4コーナーのカーブ、先頭15番の函館武将に代わって残り400を通過、その外からピンシャンが差を詰める、そしてさらに外から16番ミスグランド、内はミラーウォーカーズ、コーナーワークで盛り返す、その外に切り替えて3番のスナークスターが5番手の位置200を通過、突き放した15番の函館武将、3馬身のリード、2番手13番ミラーウォーカーズ、そしてその外3番手争い、外から2番のレシプロケイトがぐんぐん差を詰めてきた、先頭は15番函館武将ゴールイン、2番手13番ミラーウォーカーズ、3番手は2番レシプロケイト。